吉野康夫は、日本の実業家、元住友生命保険会長、福岡県出身、1965年一橋大学小学部、卒業、住友生命保険入社。営業畑を歩み、北九州市社長、岐阜市社長、東京開発部長、福岡市社長兼福岡法人営業部長、1988年、取締役、 1992年常務取締役、1995年専務取締役、1997年副社長等を歴任。企画部門を統括し、実力者として知られた。2001年住友生命保険会長就任。同年社長に就任した横山新一と共に、外資系生命保険会社に対抗し、営業職員の評価基準を変え、 中高年向け保険や医療、介護分野の保険の営業を拡大させるなど、同社の経営に当たった。2007年住友生命保険名誉顧問、財団法人大阪湾研究会理事、財団法人大阪大学講演会幹事等も務めた。この間2003年からパナソニック監査役、2013年11月17日に、心筋梗塞で死去。 74歳没。1988年8月25日、日経金融新聞1995年4月4日、日経金融新聞2001年5月8日、日経金融新聞2004年9月23日、日本経済新聞住友生命保険前、会長、吉野康夫さん死去毎日新聞2013年11月25日、閲覧。ありがとうございます。